皆さんこんにちは、金鮭です。今日もね、ミンサガリマスターで遊んでいきましょう。今日の動画内容です。ジェイルビーストをソロ討伐します。それでは早速装備のご案内です。画面をご覧ください。竜輪の盾で相手の術攻撃の威力を低減させています。ドミナントグラブに怪魚の石鱗をつけて水術耐性をつけております。タイタスグリーブで土術耐性、アメジストで魔術耐性、ジャガンの魔除けで凝視耐性をつけております。一番重要なのはジャガンの魔除けの凝視耐性ですね。これがジュエルビースト戦では必須の耐性装備となると思います。スマートヘルム、フィールドアーマー、ドミナントグラブは鍛冶屋で術防御が高くなるように施してあります。ちなみにこれは負けた時の映像です。ウィンドカッター4連発が飛んできました。これはちょっと痛かったですね。はい、それでは戦闘に入ります。まずはリバイバですね。これはもちろん必須となります。マルチプレックス剤は対策済みなので怖くありません。2ターン目にはあれが飛んできます。来ましたね、ジュエルブラスター。アーマーブレスで守備力を上げます。HP が大きく減っちゃったんでね、電気を使います。ここから攻撃ですね。不動拳を使います。耐性装備つけてるんでね、術を結構無効化することができます。アーマーブレスのおかげでね、結構いろんな攻撃のダメージを低減させることができるので、かけておくことをお勧めします。術のターンは結構ラッキーターンですね。ジュエルの盾のおかげだと思うんですけど、ジュエルブラスターも結構防いでくれます。叩きつけ2連発が結構脅威ですね。無理な状況ね。確実に回復したいときは電気ではなく癒しの水を使います。エナジーボルトはラッキーですね。アメジストのおかげでダメージはないです。HP が500近くあるときはもうガンガン攻撃していきます。要塞騎士のおかげで相手の攻撃も防いでくれます。あの開発者の方もおっしゃってたんですけど、まあ、ボス戦は結構運が絡むように作ってあると言っていたので、まあ、それは確かに本当だなと思いますね。まあ、この戦いも術をたくさん使ってくれれば勝つ可能性は結構上がりますのでね、運が絡んでるのかなと思います。少しでも勝ちやすくするために耐性装備を整えるなどして挑むのがポイントですね。
ここちょっと戦闘速度を1倍速にしてみたんですけど、ちょっと遅くて動画に向いてるかな、どうかなっていうのが微妙だったんで、また2倍速にしました。デュエルバスターのダメージが200台っていうのはね、だいぶ低いですよね。まあ先ほどミンサガのボス戦は運が絡むという話もしたんですけど、まあ、本当にこの戦い調子良くて、まだ MP が減ってないんですよね。技術のターンが多かったので安全に戦えたのかなと。で、アーマーブレスもね、効果がなくならないのが大きいですよね。たまにリバイバー切れちゃってるのを見忘れちゃうこともあって、まあ、ちゃんとステータス画面で確認するのが大事だなと思いました。はい、撃破ですね。膨らんで爆発。はい、皆さんも耐性装備の方を整えてみて挑んでみてください。HP700 なくても勝つなんでね。挑戦しやすいと思います。それでは今日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。